皆さんおはようございます。千成です。今ですね、どこにいるかというと、福岡にいます。で、今何をしてるかというと、福岡の鹿の島のところに行って、朝日をですね見たいと思っております。ちなみにですけど、昨日はネットカフェに泊まってるんですよ。いやすごいいい景色です。まあ、ネットカフェの方でですね、昨日の夜8時半ぐらいですかに着いて、それからご飯食べに行ったりとか、飲みに行ったりとかしたんですけど、でそのままネットカフェに泊まって、まあ、あんまり寝れなかった、やっぱり寝れなかったですね。1時間半もね、多分寝てないと思います。まあ、それで4時前には起きてたんですけど、ちょっとまあ目つぶってゆっくりして、4時半ぐらいから、活動をしております。で今ちょうど朝の5時10分というところで、朝日が昇るのがだいたい5時半ぐらいなんですね。だからそれに間に合わせるように、間に合うように今鹿の島に向かっております。ちょうど、予定では5時半に着ですので、まあ、時間的にちょうどいいかなと思います。いつもはですね、こう、数名でツーリングをして、その動画をですね撮影したりしてますが、久々今回はソロツーリングのですね動画を撮っていきたいと思ってます。昨日のですねネットカフェはですね、シャワーはついてたんですけど、もうお湯で体を洗ったぐらいしかしてませんので、やっぱちょっとベタベタ感は残ってますね。汗の、ベタベタ感は残ってます。まあ、シャンプーとかリンスとかを買って、石鹸とか買って、洗ってもよかったんですけど、まあ、もうもったいないかなと思いまして買いませんでした。鹿の島、残り12キロです。あ、赤ですね。危ねえ。いやー、やっほい。いやー、朝気持ちいいですね。海浜公園を今走っております。この辺はちょっと涼しい感じです。ひんやりしてます、風が。この辺りからですね、おー、見えてきた、鹿の島です。あれが鹿の島です。ここの海辺をですね走っていくんです。すごい、あっち側から上がってきたね。ていうか、どこ、目的地付近です。どこも入れないよ。目的地に到着しました。おっさんの案内を終了します。あと運転お疲れ様でした。追いかけてみたいと思います。いや、怖い。どこがいいのかな。この辺だと思うんだけどな。あ、バイクがいる。ここにしよう。多いね。
よっしゃ。あ、来た。ちょうど上がったです。いやー、ちょうど上がったよ。ジャストでしたね。皆さん、おはようございます。鹿の島からの朝日です。よかった、見れて。お、明るい。よし、じゃあ一周しますか。鹿の島さんを一周したいと思います。携帯取っとこう。あれだ、よく見るところかな。違うな。あ、違うな。ちょっと違う。そこだと思います。ここよく見る。よく見るここ。あ、鹿の島だ。イエーイ。ここでよく見ます。あの YouTube とかで。さあ、着きました。じゃあバックで飲みますか。よいしょ。来れたね、よかった。休暇村鹿の島ですね。よいしょ。ちょっと海辺の方に行ってみたいと思います。温泉入りたいな。入れんかな。いや、気持ちいいね。ちょっと曇ってるよ、あっち。さあ、ちょっと温泉入れるか行ってみたいと思います。朝5時半だから行けるんじゃね。ちょっとその宿泊者だけなのかわかんないけど、6時か。まあ温泉がですね、入れるかちょっとまず聞いてみたいと思います。それではまた。